んにちは、ショウです。今回はヨコモドッグファイター YZ834B 続きをねやっていこうと思います。前回ちょっとお話しさせていただいたね、カスタムやりたかったことを少しずつ進めてますんで、もちろんね今回は走行までやって、懸案事項のタイヤですね、タイヤのテストまでやっていこうと思いますんで、ご興味のある方はねぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。ということで今回何をやったかという話なんですけど、まあパッと見この辺がねすごいさっぱりしてるんで見た目が随分ね変わっちゃってるんですけど、ボディをね取り外して説明していきたいと思います。はい、ということでね、ボディを取り外しました。もういろんなもんが、目についちゃってると思うんですけど、まずはですね、このオイルダンパーですね。ちょっとごっつい太めのものがついてますけど、これ前回お話しした通りですね、ヨコモさんの X33 っていうビッグボア、組んでみました。見た目はね意外となんかそんな違和感ないなーなんて個人的には思ってるんですけど、リアもね一応ボディの取り付けができたので、同じもの、ヨコモの X33 というビッグボア使ってます。でリアに関してはですね、このロッカーアームが、まあ、純正そのまま使ってる関係で、プッシュロットですね、このリアのサスアームにつながるこのプッシュロットを目いっぱい短くしてロッカーアームをこう開いてやった状態ですねにして、今取り付いてるんですけど、スプリングがですねフロントはもちろんこのビッグボアのフロント用を使ってるんですけど、リアはもうフロント用だとですね私の手持ちのものだと全然硬さが出なくてですね、今これぐらい動いてるんですけども、実はこれリア用のスプリングを今組んでます。じゃないともうリアがヘニャヘニャでですね全く走れそうな雰囲気がなかったので、もうこれはちょっと苦肉の策かなとも思ってますね。実際動かしてみた感じは もちろんこれ機上でしか触ってないんですけど、このピッチ方向がどうしても柔らかいもんですから、片足ずつだとね、まあまあこう硬いとまでは言いませんけど、このピッチ方向のヘニャヘニャに対して、こっちの方がまだなんか少し硬さが出てるっていうような印象があるんで、この辺はもうちょっとね走らせてみないとわからないですね。でフロントに関しても、ダンパーステイは一応作り直してますっていうか、まあ試作なんですけど、これが純正ですね。こうか、この純正品に対して一応今つけてるものと3種類ですね、まあ、もちろん このダンパーを、支持する穴の位置が違うものを3種類作って、一応やっぱりこの機上でしか、まあ、確認っていうかね、感じることができないので、機上でゴニョゴニョやってみてですね、とりあえず、まあ、私の感覚では、これが一番動いてる感じがするので、これにしてます。まあ、この辺は後々変わっていくかもしれませんし、まあ、これ 3D プリントの部品なんですけど、この辺は FRP に置き換えていこうかなというふうに思ってますね。でこのちょっと曲げが若干、うまくいってないカイダックのバンパーは、3ミリのものをとりあえず使ってます。まあ、ちょっとドライヤーを使ってね手でグリッと曲げただけなんで、なかなか綺麗な面は出せてないんですけどね、この辺はちょっと万力的なものがないと難しいかななんて思ってますね。で、ダンパーに関してはあと、まあ、オイルはですね今アソシの40番前後とも入れてます。まあ、どっちかというと今日は走行させながらこのスプリングの具合を見たいので、オイルに関してはちょっと、まあ、走らせてみてですね、変える必要を感じれば、交換していきたいなというふうに思ってます。でまあ見ての通りですけど、前回お話ししたねアニョ先輩に作っていただいた FRP のシャーシに換装しました。素材としては、これ ABC
ABC ホビーさんの 2.5 ミリ使ってるんですけど、底の面裏面はね、傷がついちゃうの嫌なんで、前回の動画のコメントでね、佐藤ファクトリーさんから教えていただいた実写用の何だったっけ、そのプロテクトするフィルムですね、なんだのかこの辺に こんなやつ使ってます。意外とツルツルしてていい感じなんですけどね。触った感じはというと、これまあ前回もお話ししましたけど、相当カッチカチですね、ロール方向もピッチ方向も全く動かないわけじゃないんですけど、純正のカイダックのシャーシに比べると相当硬くなってるんで、まあこの皆さんご存知プアな足回りのね、この YZ834B どんな風に変わっちゃうのか、全然ダメになっちゃう可能性もないとは、言えませんからね、今のこのね、レイアウトっていうかセットだと、まあ、その辺もちょっと楽しみにしながら、走行の方はねさしていこうと思ってます。で、まあ、走行この後走行させにコースの方行ってくるんですけど、まあ、さっき言ったこの新しく組んだオイルダンパーのスプリングですね、これの様子を見ながら、これも前回お話ししたタイヤテストをしていこうと思ってます。これが強小のスコーピオン用のソフトで、もう一種類が同じく強小さんのターボオプティマのソフトですね。でもちろんこの純正で一回走らして、どっちがうちのね路面にマッチするか、まあもちろんその乾き具合にもよるんですけどね、やっと雨が止んで先週がまあそこそこ晴れてくれたんで、完全なドライにはね多分なってないと思うんで、まあ、個人的にはこっちかなというふうに思ってるんですけどね、やっぱりこのファットな感じがさっき言ったこのプアな足回りをこうカバーしてくれそうな気がするんで、うん、気持ち的にはこっちかなとは思ってますけどね。ただまあこの変形する量が大きいので、特にリアなんですけどね、このサスアームとタイヤのクリアランスがあまりない、あとストロークした時に多分ウイングに当たるんじゃないかっていうね、はい、ウイングちょっとどうしようかな、あんまり当たるようならちょっと位置を調整しなきゃいけないんですけど、まあ、その辺ちょっとね、ネガな部分もありますけど、まあやっぱりこのエアボリュームですよね、これがやっぱりちょっと助けてくれそうな気がするんで、個人的にはこっちのタイヤに期待してるんですけど、まあ、走らせてみないとわからないですね、こっちがもしかしたらいいっていうこともあるかもしれないし、まあ、外形違うからね何とも言えないけど、まあ、ピニオンはちょっとねこれがもし良ければ、ピニオンは調整しながら、やっていこうかななんて思ってますから、とりあえずはまあ純正の今日はギア比でこのタイヤテストやってみようと思いますんで、早速ねコースの方に行ってきます。はい、ということでねコースの方にやってきました。まずはね先ほど言った通り純正のタイヤでどんな感じでねイメージが変わってるのか確認をねしていこうと思うんですけど、天気はねちょっとあんまり良くないですね、まあ、雨は降ってないんですけど曇り空ということで、コースの方もね、完全にはやっぱ乾いてないですね。ということでね YZ834B 楽しんでみようと思います。はい、じゃあ行ってみたいと思います。というかこのサイドビューがかっこ悪いですね。あ、ちなみにコース少しいじりましてですね、余計なところにジャンプがついたりしてますけど、よいしょ、まあ、なんでサイドビューかっこ悪いのかっていうとあれなんですよね、ボディが例のロールバーに押されちゃってですね、どうやったって後ろが下がるんですよね。ちなみに今の追加したジャンプです。本当はねもうちょっとスケールの大きいテーブルトップを作りたいんですけどね、土があんまりここないからね、インフィールドは見ての通りこの黒っぽく見えてると思うんですけど、
まだだいぶ水分をね含んじゃってるんで、グリップはねそこそこしてくれてますね。で肝心の操作した感じはどうなのかというと、まだ全開にはしてませんけど、クイックになった感じはしますね。の車高がもうちょっと上がるんならさすがに上げてやりたいな。でもなんか感じ的にはねそんな悪い感じしないですね。もちろんそのピンフィールドがねそこそこ食ってくれてるんで、純正タイヤでもそれなりに、なんだシェイクダウンした時みたいにねそれなりに行ってくれてる感じですね。ちょっと久しぶりすぎて純正に対してどうこういうのがちょっと難しいですけど、リアだな、やっぱりリアがもうちょっとやっぱ粘ってほしいですね。でも悪くはない、なんか悪い印象はあんまないですね。ということで早速タイヤを交換してみましょうかね。はい、タイヤを交換しました。まずは、私の中では本命ですね、スコーピオン用のソフト、これで行ってみたいと思います。はい、じゃあ早速ねスコーピオン用ソフト行ってみます。やっぱりタイヤは偉大ですね。全然違いますね。すごいインフィールドはグリップしてるし、車の動きさえ少し柔らかくなってますもんね。ただ外径がでかいので注意しないと。アンダーっぽくさえ感じますね。ここがちょっとね、あ、虫が来ちゃった。あ、なんかボディが浮いてる。なんかさっきまでしなかった何かの音がしますね。なんかシャカ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 言ってますね。
ここが、ここの向きの変わり方がちょっとしんどい。まあ今までがね、リアが動いてくれてたんですけど、グリップしちゃってますからね、割としっかり。やっぱり食うタイヤは面白いですね。いいなあ、ここのターンインの向きの変わり方だけですね。それ以外は全然いいですね。まあこれ完全なドライ状態になるとちょっと変わっちゃうかもしれないですけどね。最初に言ったようにやっぱり動きが柔らかいっていう印象ですね。じゃあちょっとナローも試してみますね。はい、ということで改めまして、なんだったっけ、ターボオプティマ、ソフト、ちっちゃいな、なんかイメージがで、今更ですけどこの 870C のホイールってここのセンターのなんていうの、ハブの穴の大きさ違うんですね。全然気にしてませんでしたけど、大丈夫かな。全体的には外径も少しちっちゃくなったので、さっきのスコーピオのタイヤに比べるとこの車高も微妙に下がってるということでね、今日はまあグリップいいんで走らないわけはないと思うんですけど、ちょっとね試してみます。はい、じゃあ強小ターボオプティマソフト見てみます。なんつっても見た目のこのピンクがね、私のラジコン人生で初めてのピンクのホイールですからね、相当違和感ありますけどね。まあどうでもいいんですけど。ああ、やっぱり4に比べると硬い動きが、なのでリアの動きがもう全然違いますね。危ない危ない危ない。なのでさっき言ってたターンインのところでの向きの変わり方が全然違いますね。こっちの方がまあクイックに動いてる感じは明らかにありますね。実はね、明日がね、うちのあの例のヴィンテージカップというレースなんですよね。もちろんそれのための
テストも兼ねてなんですけど、これどっちがタイム出るんだろうなって、なんかこっちの方がいいような気もしなくもないですね。あら、またボディ外れてんな。インフィールドのね、コントロール性がこっちの方がいいんですよね。だから完全にドライになっちゃうとちょっと違うってくるとは思うんですけどね。どうだろうな、嫌な感じはしないな。ただあのさっきのなんかもっちり粘るあの感じも嫌じゃないんですよね。あー、ジャンプばっかり見ちゃってた。明らかにこっちの方がコントロール性はいいですね、この路面だと。こっちにするかな。何度も言いますけど、うちの完全なドライの路面は本当食わないので、そうなっちゃうとあのスコーピオンのね、ソフトの柔らかさっていうのがすごく武器になるかなとは思うんですけどね。なんせインフィールドが食っちゃいますからね。ということで、この強小タイヤの使い分けでなんか楽しく遊べそうな気がするな。ジャンプはさすがに握っとかないとダメですね。ちょっと着地の衝撃が嫌だからというのもあるから抜き気味なんですけど、あら、悪くないな。はい、ということでね、走行の動画の方いかがだったですかね。一つちょっと申し訳なかったなと思うのは、冒頭に言ってたね、このスプリングのテストがね、今回ちょっと時間の都合でできなかったんでね、その辺がちょっと申し訳なかったなとは思うんですけど、今回やったこのタイヤですね、このカスタムに対してこのタイヤのテストを行ったわけですけど、私がそのグリップのレベルで、一番感触が良かったのはこれですね、強小スコーピオン用のソフト。これが動きも当然思った通り柔らかくてですね、グリップしっかりしてるって感じなんですけど、現状の足だとちょっとタイトターンがね、進入で、若干こうアンダーっぽい雰囲気が出ててですね、そこがちょっとこうスロットルを我慢しながら、曲がっていくみたいなのが少しねストレスだったんですけど、その辺はもちろん足のセットで、改善していくことができると思うんで、私はこのスコーピオン用のソフトを使って、固めのスプリングですね、フロントリアともちょっともうちょい固めのやつを試してこのタイヤにね対応させていけば、もうちょっとね50mm のターボオプティマソフトなんかよりは、速く走れるんじゃないか、楽しく走れるんじゃないかと思ってるんで、それをちょっと試してみようと思います。あと今後のカスタムについては、今回無理やりつけちゃったこのリアのモノショックをツインダンパー化ですね、これをまずやって、それ以降のね、今、頭の中にあるカスタムをこう続けていくような形で進めていこうと思ってますんで、横もドッグファイター YZ834B ファンの方はですね、ぜひぜひまたお付き合いよろしくお願いします。ということで
今回長くなっちゃいましたけど、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。I'm just sitting here.